ドジャースの大谷翔平投手、29、が5日、自身のインスタグラムを更新し、1日に起きた、令和6年のと半島地震、エドジャースなどと協力して寄付金を送ること発表した。大屋が投稿したインスタグラムのコメントは以下の通り、ロサンゼルスドジャースとグッゲンハイムベースボールは、令和6年のと半島地震への支援として100万ドル、約1億4000万円、を寄付し、 個人で寄付ををすすするる大谷選手とと協力することを表明します日本中の皆さんの悲しみに寄り添い、一日も早い復興をお祈りしています。ロサンゼルス・ドジャース、令和6年のと半島地震による被災地支援のため、このたびドジャースと共同で寄付をいたします。復興活動に参加してくださった方々に感謝するとともに、 今後も私たちが団結していき被災された方々を支援していきたいと願っています。行方不明者の早期発見と被災地域の復興を心より願っています大谷翔平大谷は昨年12月にドジャースと MLB 史上最高額となる10年総額7億ドル約1022億円イコール契約発表時のレートノメガ契約を結んだ。 昨年11月には日本全国の小学校、約2万校に3個ずつ、合計6万個のジュニア用グラブを寄贈することを発表。これまでも様々な社会貢献活動を行ってきた。岩手県出身で花巻東高時代まで岩手で育った大谷。花巻東高1年だった2011年3月11日には東日本大震災も経験。 自宅が津波で流されるなど被災したチームメイトもいた。21年3月11日に東日本大震災から10年が経過した際には、日本は東日本大震災から10年。自分自身できることは魅力ではあると思いますが、少しでも被災地の力になれるように、まだまだ頑張っていきたいと思っています、と思いを口にしていた。